旧議事堂国会は、ベトナム社会主義共和国の立法府である。憲法第69条によれば、人民の最高の代表機関であり、ベトナム社会主義共和国の最高の国家権力機関であるとされており、続く第70条では、憲法制定権、立法権及び国家主席、首相などを選出する権限を有すると規定されている。ベトナム共産党を中心とする、 統一戦線組織であるベトナム祖国戦線が候補を選任し、3人以下の複数候補から投票する形式である。ベトナムは社会主義国であるが、国会の選挙方法は、かつての東欧の社会主義国の議会選挙や朝鮮、民主主義人民共和国の最高人民会議の選挙のように候補者や政党が選択できない形式的な選挙や、 中華人民共和国の全国人民代表大会のようにそもそも国民の直接選挙を経ない代表選出方法とは異なっている。ただし前日のように祖国戦線が候補者の選定に関与しているため反政府的な人物は事実上立候補できない。1986年の土井萌イによる改革が始まるまでの国会は完全に形外化しており、 議員はあらかじめチェックされた原稿を読み上げるだけであったが、ドイもいい子は国会での議論が活発化し法案が否決になるケースも出てきている。しかし、基本的には共産党の決定を追認する、いわゆるラバースタンプ型の議会である。国会の閉会期間中は国会から選出される常務委員会が国会の権限を代行する。これは 他の社会主義国と同様である。A.B. ベトナム社会主義共和国憲法日本語訳版 A.B. エンドをサトシ、ベトナムの国会と、立法過程ハット A.B. 石塚二葉、ベトナムにおける一党独裁体制の安定、維持と国会の機能、非共産党員の比率低下、国会選挙の結果発表、政治。 な、アジア、http コロンスラッシュスラッシュ nna.jp スラッシュフリースラッシュニューススラッシュ 20110606icn001a.html2011 年7月28日閲覧。ありがとうございます。